できました。皆さんを完成披露試写会レッドカーペットにご招待したいと思います。あー幸せだった。 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear おしらさん Happy birthday to youほいというわけでおはようございます。しらすとしら、めずしむきむきプリンセスチャンネルです。イエーイ、大会まであと3日。のおしらさんはなんと今日は8月3日で33歳になります。なんと現在時刻は朝の4時半。もうダメか。はい、というわけであと3日のおしらさんの体がこんな感じなんですけれども、ですね、もうさ脂肪がないじゃん。しかも皮膚が戻るのがゆっくりなの分かる。こうやって引っ張った後に皮膚がさ、こうやってゆっくり戻ってくるの分かる。これ本当に絞り切れた証拠なんだって。で、昨日まで3日間カーボディプリートっていうのをやってて、また3ですね。糖質ゼロ、炭水化物ゼロ生活で、もう今正直本当クラックラとフラフラなんですけれども、今日からなんとカーボアップというわけでですね、なんかちょっとマリオとかやったことある人分かると思うけど、アップって言われたらですね、もうカーボを取っていいわけでございます。なんと今日から炭水化物 450g って言われても、ちょっと3じゃなくなっちゃったねっていうのは全然ピンとこないと思うんですけれども、まあさつまいもで多分10本ぐらい食えるんじゃないかなっていうぐらい糖質をたくさん取っていって、今度は体筋肉に元気をみなぎらせる番なので、今まで私はさなぎに入ってたんですけど、ここからブワーンと孵化してもうセル最終形態を目指す、そんな最終段階になってるので、今日は大会3日前でも食える誕生日ケーキを作っていきたいと思います。お知らせクッキング、トゥルルトゥ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 ルルトゥ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 ルルトゥ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 、お知らせクッキングスタート。もうね、ほんと朝から意味わかんないでしょ、このディプリート3日目、4日目の朝とは思えないでしょ。で、大切なのはこうやって測りを使って、具材が何グラムだったかちゃんと測ること。そしたらね、カロリーが計算できるからね。いくよ、まずは生地を焼いていきます。作っていきます。オートミールを 20g、奇跡のおからパウダーを 12g。 これ全然糖質ゼロじゃなくてもいいんですけど、まあ、ちょっとこれしかなかったので、全卵1つと、アーモンド効果は多分120ぐらいじゃないかなと思うんですけれども、まず混ぜん。で、昨日炊飯器でふかしておいたさつまいもで、これは皮を剥いて粉々に砕いていくんだけど、この間さ作ったさプロテインパンケーキの時は、今日ちなみにプロテイン入れません。プロテインパンケーキの時はさペースト状にしたんですけど、ペースト状にするよりね、なんか形が残ってた方が美味しいわ。おそらくこれで 60g ぐらいじゃないでしょうか。ベーキングパウダー 4g ぐらい。混ぜ混ぜ混ぜ。なんかベーキングパウダーはね、あんまり混ぜない方がいいって誰かがコメント欄で教えてくれた、ありがとうコメント欄って感じで。こちらを器に流し込んで、あ、もう美味しそう。はい、というわけで生地の元です。これさ、いつもだったらさラカントカロリーゼロの砂糖入れたりとかプロテイン入れたりとかするんですけど、まあちょっと原料末期ということもあって、人工甘味料はちょっと避けとこうかなっていうのと、プロテインパウダーに関しては今日のね目標のタンパク質摂取が 50g なのね。だからもうなんか入れなくていいって感じだから、ちょっと焼いていきます。焼いていきますっていうか、ですね、 500g、 500W で多分5分ぐらいでいけるんじゃないかな。チーン、さっきとキー違う気がする。見て、こうやって膨らむの中で本当にすごいね、ベーキングパウダーって。もしかしてマジシャン、早すぎて見えないって言ってさ、酒飲みたいな早く、こういうバカみたいなコールで。綺麗にできた、綺麗にできたよ。で、ここからがですね、おしらさんの腕の見せ所なんですけど、まずはプレーンヨーグルト7で買ってきたやつ、これでちょっとなんか生クリーム風にしたいと思います。砂糖は無使用です。 50g ぐらいは使っていいはず。なんかすごい美しくいきたい。ちょっとなでしこがずっと暴れてる。すごい美味しそう。でですね、もしかしてマジシャンシリーズなんですけれども、バナナとレーズンをトッピングしていきたいと思います。ね、勘のいい皆様はもうお気づきかと思いますけれども、さつまいもバナナレーズンの共通点といいますと、カリウムなんですね。で、カリウムっていうのはむくみをこう抑えてくれるというか、水を排出してくれる効果があるので、今回こういう食材を中心に選んでおります。で、ただね、夏場にね、こんだけカリウム取ると逆に脱水症状とかになって危ないっていうね、まあ女性とか特にそうかな人もいると思うんで、量は皆様は自分の健康と相談した上で調整してくださいませ。私、栄養の専門家でもダイエットの専門家でもないので、私がただただやってみたいことをチャレンジしてる動画でございます。すごい、できました。皆
皆さんを完成披露試写会レッドカーペットにご招待したいと思います。いただきます。召し上がれ。やばい、もう3日ぶりの糖質だけでもさ超楽しみなのに。さつまいもパンケーキバナナレーズンいただきます。食の幸せおばさん、ごめんなさい、なんかおいしい。体すごい、鳥肌立ってる。体が喜び打ち震えてる。いや、レーズンうま。5倍ぐらいかけたい、本当は。ちなみに私はこれで痩せる目的じゃなくて、その糖質を補給する目的で食ってるからこうしてるんだけど、例えばバナナをもうちょっと減らして、レーズンを冷凍のブルーベリーとかあのミックスベリーとかにすると一気にカロリー下がるから。で、プロテインとか入れるともうちょっと高タンパクになるし、そうするとダイエットパンケーキにも変わるので、こうやってね、一つのメニューはね、やっぱアレンジが可能なんですね。応用って大切。最後の一口いただきます。なんかさ、誕生日ってさ、まあ、人からプレゼントもらうこともあるだろうけどさ、自分で自分にプレゼントすることあるじゃないですか。で、まあ、ちょっとさ、奮発して長く使えるお財布だったりとか、まあ、洋服だったりとか、美容医療だったりとか、まあ、私も過去自分にさ、パソコンとかもそうかな、なんかいろんなものプレゼントしてきたんですけど、正直このプレゼントが一番喜び打ち震え。というわけで本日8月3日、まあ誕生日ではあるんですけども、普通にこの後お仕事がありまして、6時間ぶっ続けの撮影かなんかがあるので、普通に頑張って仕事働いていきたいと思うんで、今日働くと私はもう仕事納めで、あとは大会までのんびりと過ごして、ポーズをとって、終わりで、あとビール飲むだけって感じで、あと3日間なので皆様、今日のコメント欄はお誕生日おめでとうで埋め尽くしていただけるととっても嬉しいです。はい、本日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ごちそうさま。